妹のあつきです。私の子供の頃のお話をちょっと聞いてくださいね。そうですね、小さい頃はあまり遊園地とか、連れてってもらえなかったので、たまに、親と兄弟6人で行くともう本当に嬉しくて、あらゆる乗り物全部乗っちゃおうって感じで、もう走りまくって日が暮れるまで飛んだり跳ねたり本当に喜んで、どこに行っちゃったのかなって、最終的には親とか兄弟が私をもう死に物狂いで探してたっていう、そういう思い出があります。そしてあのジェットコースターに乗った時に、ポケットに入ってた小銭が全部あのジャラジャラ落っこちゃいまして、周りの人に迷惑かかったような、そんな恥ずかしい思い出があります。そうですね、私のチャームポイントってほどでもないんですけど、気に入ってるところは、眉毛とあとこの耳と、中ぐらいの胸です。そんなとこです。そうですね、好きな男性のタイプは、どっちかっていうと、3枚目っていうか、あんまり気取らない人が好きです。ジョークの通じるような、明るい、なんですかね、気さくな人が大好きです。そうですね、将来の目標は、女優という2文字にこだわらずに、どっちかっていうとマルチタレント的な感じでやっていきたいなと思います。